はい、じゃあよろしくお願いします。今回は英語の並び替えシリーズ第6弾をお送りします。で、いつも通りね、3問問題がありますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、厳しいのがあれば今からね、自分の方が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回は全部会話系ですね、のやつにしました。で、1番の A さんが What kind of teacher is your sister? と聞いてます。で、まずこの What kind of ですね、ほにゃらら、何の種類のほにゃららという聞き方です。ここ大事なんで覚えましょう。何の種類のほにゃらら。で、ティーチャー、先生なんで、まあ、直訳、普通にそのまま訳すと、何の種類の先生って言ってます。まあ、つまり何の科目の先生なのってことですよね。で、あと、Yes, your sister がくっついてるので、まあ、あなたの妹かお姉ちゃんかわかんないけど、まあ、あなたのお姉ちゃんは何の科目の先生なんですかって聞いてるんです。A さんがね。で、B さんが、She is a music ほにゃららとなってます。で、あと続いていくんですけど、まあ、彼女は音楽の、で、来たら、まあ、次、ミュージックティーチャーか、ミュージックスチューデンツだとね、音楽の生徒になっちゃうので、まあ、何の科目の先生って聞かれてるんで、ミュージックティーチャーと繋がるだろうと、音楽の先生だよって。こんな感じでね、音楽消しちゃうから、音楽の先生。で、もう、She is a music teacher。 彼女は音楽の先生ですでも、ちょっと完結してるんだよね、文として。まあ、会話も成り立ってると。でも余計なものがくっつくってことは、きっとこのミュージックティーチャーを詳しく説明したいんだろうと、まあ、よく出てくるコーチ就職ってやつです。で、今回見てみると、 Love do、 つまり過去分詞です。まあ、過去形も一緒ですけどね、過去分詞でも倍があるんですよ。だからもうこれはコーチ就職の受け身など過去分詞を使う方だなってことで、 Love do 持ってきます。で、ほにゃららによってっていう、まあ、受け身とか受動態ね、の時も使いますけど、by を使って、その後、この人たちによって、ほにゃららされたこれっていう風に持ってきます。で、あと、love で使って、by 使ったんで、あと、her student ですよね。彼女の生徒、まあ、生徒たちですね。こうやってしてしまえば、まあ、music teacher 一回切ります。で、loved by her students。彼女の生徒たちによって愛された音楽の先生です。みたいな言い方ができる。直訳ね。そのまま訳すと。まあ、ちょっとね、文が、滑らかにいくように訳すんだったら、あなたのお姉ちゃん、姉ちゃん何の先生やってんのって聞かれたので、まあ、音楽の先生なんだけど、まあ、生徒に超愛されてる先生だったよ、みたいな。先生なんだよ、みたいな感じの会話となります。本当、コーチ就職に関してはよく出てくるのでね、こうやって後ろから就職する。ここが ING だった場合は、ほにゃららしているほにゃららになる。過去分詞だったら、ほにゃららされたほにゃららっていう就職の仕方になります。はい、では次行きましょう。で、まず A さんが、I'll go to the park to play tennis this afternoon と言ってます。で、I'll、これ I will ですね。まあ一応、幅もあるんで書いておきましょうか。まあ、will が省略されております。つまり未来形ですね。I will go to the park。つまり公園に行くつもりですと。私はね。で、to play tennis。これ to 不定詞です。ほにゃららするために。つまりテニスをするために公園に行くつもりです。まあ予定ですと。で、this afternoon。今日の午後ですね。はい。まあ朝の会話ですかね、そうすると。今日の午後、テニスするために公園行こうと思ってんだ、みたいな感じで言ってる。そしたら B さん OK。come ほにゃららっていう感じ。で、ここピリオドで文が切れてるので、まあ、動詞から始まってるんですよね。つまり命令形です。で、ここに動詞が来てるので、後ろに何が来るかがポイントなんですけど、動詞です。ごめんね。だから、get とかの動詞は来ないんだよね。で、come it、come dark、come before おかしい。で、come home かなって。で、カムホームは家に来るとか、まあ、家に帰ってくるっていう意味があるので、まあ、これがくっつくだろう。ってことで、まずカムホームを持ってきます。こうやってね、カムホーム。
で、もう一個ポイントなのは、このゲッツです、ここは。ゲッツ。もちろん、これ見たときに、あ、この組み合わせでしょって分かる方はそれで構わないんですけど、これ動詞に3単元の S がくっついてます。ってことは、3単元の S がくっつく主語が出てくるはずなの。で、ないかなって思うと、it がいるんだよね。it は3単元の S がくっつくので。だから、it gets って繋がるはずなん、必ず。で、そうすると、まあ、結論から言えば、it gets dark なんです。dark ってのは暗くなる。まあ、暗、これ it gets dark で暗くなるって意味なんですけど。で、その before、ほにゃららの前にですよね。それを it gets dark の前に持ってくれば、こういった形でね、before it gets dark。こうすることによって、これが暗くなるです。まあ、外が暗くなるってことです。暗くなる前に come home、帰ってきなさいよ。まあ、多分お母さんと、まあ、息子か娘の会話でしょうね、きっとね。といった形になります。例えば天気を言うときとか、もう it を使いますよね。で、これ暗くなるとかもこうやって it を使います、主語は。いいかな？で、その時 gets、まあ、3単元の S がくっつくんですけど、まあ、ここの it gets dark が気づけるとかなりこの問題は簡単になるかと思います。で、ラストですね。まず A さんが I want to ほにゃらら tomorrow と言ってます。で、B さんが it will be sunny。だからこれまあ未来形ですけど、まあ晴れだよねって。っていう感じ。で、ここポイントがまず I want to ですね。I want to ほにゃらら。これで後ろに動詞の原型を持ってくることによって、ほにゃららしたいになります。I want to でね、ほにゃららしたい。I want to でほにゃらしたいです。じゃあ、動詞の原型が来てほしいなって思った時に、ないかなって見ると、一個だけあるんですよ。No が。だから、ほぼここは No で確定になります。I want to know っていう感じ。切っちゃいますね。で、I want to know で、私は知りたいんです。脳が知るだから、知りたいの。何かを知りたいんだよね。で、残ったものの選択肢と、B さんが、It will be sunny って、あ、晴れだよって言ってることから想像したい。中を見ると、How とか、Weather で、最後には Tomorrow があるからね。明日っていう。Weather、天気なので、で、How が入ってるから、明日の天気を聞きたいんじゃないかなって予想できると簡単になります、ここは。つまり、明日の天気知りたいんだよねって A さんが言ってて、It will be sunny。 え、晴れだよ明日みたいなことの会話をしてるんじゃないかと。で、こっからがまずポイントで、あ、もちろんね、このまま作れる方は作っちゃっていいんですけど、明日の天気を聞くときっていうのは基本的にね、ここ関係ないよ。普通に聞くんだったら、これ青で下行けっかな。ちょっと待ってね、これ下が入ってる。あ、大丈夫ね。まあ、how から。まあ、how じゃなく聞くこともできるんですけど、how will the weather be? ちょっと待って。最後のクエスチョンマークが申しました。こうですね。How will the weather be tomorrow? っていう聞き方ギリギリ入ったね。ってなります。これで明日の天気どうなのっていう聞き方の一つです。他にもあるからね、聞き方は。ってなるんですよ。で、今回見てみたら、how もある、will もある、the weather もある、be もあるんです。で、tomorrow あるしね。OK。じゃあこのまま入れちゃおうぜって言うと、バスを食らいます。で、これは英語の並び替えの、パート4だったかなでやったように、疑問文を文の途中で使いたいとき、間接疑問文って言いますけど、使いたいときは、疑問詞、主語、動詞に、順番が変わるんです。いい？だから、how、疑問詞そのまま使います。how ってね。で、主語、動詞になるので、the weather っていう主語が先に出てくる。the weather。で、こっち出てきた後は will be って、そのまま順番で構わないので、will be tomorrow と。これ全部使ったよね。ちょっといい。How, the weather will be と使ってますね。これで、I want to know how the weather will be tomorrow。ね、明日の天気がどうなのかを私は知りたいんだよねって。
で B さんが It will be sunny っていうことで晴れだよ明日みたいな感じの会話をしております。今回ねパート6撮っていて、まあ、コーチ就職とか、まあ、関節疑問文とかも押してやってるんですけど、結構、まあ、ちょこちょこ出してるんですけど、並び替えに関しては本当によく出てきます、この2つに関しては。なのでね、ぜひこの辺を、まあ、使いこなせるようになっていただけたらと思います。では今回は英語の並び替えシリーズのパート6をお送りしました。今回もねここまで見ていただき本当にありがとうございました。で引き続きねちょっとねすぐには撮れるかわからないんですが、また撮っていきますので、もしよかったら次回の方もご視聴ください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。